ーチ&デストロイ。ということで画面の前の皆さん、こんにちは、コネさんです。今回はね、サーチ&デストロイに遊びに来ています。そして基礎トレーニングホール壁ということで、まあホール壁使った動画撮りたくて、何をねこう何のルールで遊ぼうか結構悩んではいたんですけど、まああのねフリーフォールで30キルあの全部やって、こう1デスごとに武器を変えるみたいなのも考えてはいたんだけど、ただやっぱりねそれはもうすでにやっている方がいらっしゃったので、危なすぎな、いらっしゃったので今回はこのねサーチャーのデストロイならこうやってね、よいしょ、もうスナイパーいらねえよみたいな局面でもまたスナイパー来ちゃうんだけど、こうやって武器を切り替えることで近接がめちゃめちゃ来るな。こうやって武器を切り替えることで、まあ、得意な距離感覚で戦えるんじゃないかという私のこの計算なんですけど、いかがでしょう。あ、足音つけられてるな。オッケー、いいっすね。どう、よくない、サーチでホール兵器ワンチャンありだと思うんですけど、まあ、開幕でサーチ&デストロイなんで SR 引いて、であとはもうそのなんだその時々の気候じゃないな、てか2ピンだな、相変わらず気候じゃなくてその土地柄に合わせて、まあ武器を切り替えていくっていうスタイル、多分サーチが一番輝くんじゃねえかなと思うんだよね。どうしたの、ね、サーチ&デストロイ、多分サーチが一番輝くんじゃねえかなと思うんだけど、ワイはどうでしょう。皆さんぜひ試してみてはって感じなんだけど、補給線を潰せ。とりあえず近接の量が半端じゃないな。開幕は SR を使いたいんだけど、とりあえずカーのアイアンサイトが来たわ。そっち行くんじゃねえ、大丈夫、爆薬が落ちた、やられたな。しかも爆薬とんでもねえとこで落としやがったな。アイアンサイトカーか、得意か苦手かで言われればそこまで得意な武器ジャンルではないんだけども、ここまで来たらもう変えようか。とりあえず武器じゃなくてそこで、爆薬を輸送する。 OK、 よくわかったわ。 OK、 アシストになっちゃったね。とりあえず 3v2 なんでこのまま俺張りに行っちゃいますよ。よろしくお願いしますね。背中はチクタクチクタクチクタクタクと、爆薬を設置。どこにやられたんだ今。救援物資投下準備よし。いなかった今、気のせい、すげえここにいたように見えたんだけど、来てるな。戦闘機乗りが機銃掃射を行う最後の一人だ。そこでやられたのか。オッケー、いいっすねー。強くない、ホーロヘキサーチワンチャンありなのでは。サーチ&デストロイ、逃げな。 OK、 いいっすね、レバーアクションが引けましたね。初手レバーアクション素晴らしい。まあ外国人ロビーなんでそこまでレベルが高いロビーかと言われるとぶっちゃけそんなことはないんだけども、どうだい、開幕来てもええんやで。来ないな、ちょっと前に大胆に出てみるけど、 P 前は結構押せてんのか。ここ来ては来ない、どこで打たれてんだそれ。奥でやられたな、奥で誰かがやられた。これ以上出たいけど出るか。さあ武器を変えてステン短期間中に切り替わりましたね。 OK、 1人カバーしてショットガンでナイスカバー。そしてじゃあここでさらに MP40 切り替えて、近接がいるなこの辺。 OK、 いいっすね、素晴らしい観察能力。いやこれゼロデスいけるぞ。サーチ&デストロイ、さて待ち時間にも武器を変えれるというこの素晴らしさ、まあ、近接がやっぱ多くなっちゃうんでそこはまあご愛嬌って感じですかね。救援物資を待ってる間にも武器を好みのやつに切り替えておいて、ラッパ銃はやめてくれ、とりあえず STG にしときますか。でまあこんな感じでこいつを使ってみましょう。爆薬落としてる、これは当たらないやつかな、当たらないやつだな。とりあえず当たらないやつで艦隊エビか、まあまあまあ。シモノフ1936ってこれどっちだ、 SR の方か、今いたと思うんだけど、あ違うな、これ AR の方だな。ナイスキル、あと2人か、思い切って近接で行ってみる、まあ、ありじゃね普通に、自分いいっすか。うわ待って、言う、危ない、頼むカバー、ナイスカバー、素晴らしい連携。さあ設置していくぞ、君のことは信頼できそうだ、外国人ロビーだったけど、なんか向こうでやられてんだ。しかも相手近接マンじゃねえか。警察機が発進する、任せろ、俺があいつを仕留めてくる。この熱い近接の戦いを今、警察機飛行開始、この目に焼き付けてやる。何やられているだと、しかも UAV に映っていない、なかなかやるじゃないか君、甘いな。
俺の方が一枚上手でした。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。どうでしょう、放浪壁サーチ&デストロンに関しては結構ネタじゃなく強いと思うんだよね。まあフリーフォールで1キルごとにねやってみようかなとも思ったんですけど、まあガチで使うんだったらやっぱりサーチ&デストロンになるかなというふうに思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらねチャンネル登録、高評価ボタン、コメントの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。コレスナーでした。お疲れ様です。おつぽん。ダメだね、 BAR と同じで。なんでそこに関しては注意が必要かなってのはあるかな。ちょっと湧いてくるか。彼女湧いてきた。でまたこっちから湧いてくるよね。ここは過激化の出番ですよっと。